どうもなおちんです。本日もモンハンストーリーズ2やっていきます。チャンネル登録高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあ今日はコメントをいただきました。ありがとうございます。装備は何が一番おすすめでしょうかという質問なんだけども、マルチプレイとかで見てるとだいたいね3種類かなと思います。防具なんだけどね、この白ハヤテ、そして白毒姫で大魔、この3つだね。でたまにドラゴンがいる、たまにドラゴンがいる。でも基本的には白ハヤテ、白毒姫、大魔、この3つで、固定化されてる感じですね。で俺が基本的によく使ってるのはこの大魔装備になります。スキルがこれだね。無属性攻撃強化と回避性能大根性です。回避性能これね大なので、別に飾りではないですね。7、8回に1回ぐらい回避してくるので、まあそこそこ使えるスキルかなと思います。で根性も、即死攻撃に耐えれるので、まあ何回もこれは発動したことがありますね。で無属性攻撃強化特、まあこれが一番の、特性になると思うんですけども、無属性の武器を装備してかなりダメージが上がってる、体感はありますね。すごく攻撃力は上がってる気がします。でもう一つ白毒姫、これもまあ使うには使うんですけども、会心大、不要率大、追い打ち強化特になります。白毒姫装備をして武器はすべて白毒姫の、毒武器を装備してます。そうするとね、不要率大の効果もあってそこそこ、猛毒を付与します。どんぐらいだろうね、3回に1回とか2回に1回、結構高確率で相手を猛毒にするので結構使えます。で猛毒のダメージがなかなかいいのよ。300ちょっとダメージ与えれるので、すごく使っていける武器になります。でこの追い打ち強化特で、ダメージも上がって、悪くないですね。会心大はこれはあんまり体感的には会心率上がってるなーっていう気はしませんね。特にやっぱりこれは毒を、打ち込むことができるっていうことでつけてます。はい。で白ハヤテだね、これはあんまり俺つけていかないんだけども、まあ装備してる人の見ると加速がすごい発動するね。加速が発動して、一番最初に行動してるので、まあ対人戦で使っていけるんじゃないですか。回避性能もこれ特なのでおそらく5、6回に1回ぐらいは回避してくれるんじゃないでしょうか。まああとはあれだね、お守りでどうするかによると思います。まあこれも会心台がついてるんだけども、そこまで台であったらそこまでね体感しないんだよね。会心よく出るなっていう気はしません。でもその会心自体があんまりいまいちなんですよね。俺金色を作ってみて会心中、そして弱点特攻特がついてるんですよ。この有効な武器で、部位を攻撃した時に会心率がかなりアップする。で会心中で、弱点特攻中のお守りをつけたんだけども、会心そんなに出ないのよ。会心率よくて 30-40% ぐらいかな、 50% とか全然いかない感じです。なのでこの弱点特攻会心っていうのはあんまり当たりスキルではないような気がします。まあ一番ね無難な装備は俺大魔だと思う。もう困ったらば
大間を作ってみるといいと思います。うん、裏ステージ8階の一番手前にねディアブロスもいるのですごく倒しやすいので、うん、素材も集めやすいです。で、大間を、装備するのであれば武器はこれがいいですね。これ大間の体験、マサクルブレイダムですね。そしてハンマーが高層槌高小丸で、弓で高層級高小膳、この3つをおすすめします。はい。あ、で、白く姫だね。毒装備はこれですね。ジークリンでロゼ、そして笛のこれですね、レギーナエアリード、そして月吹きがこれです。オルトリンでロゼだね。すべて猛毒を付与することができるので、あの装備と、すごくマッチします。で、おそらくだけど俺まだ作ってないのよ、作っちゃないけども、会心率を上げるやつがあるんだよね。これ会心率 15% なんだけども、これをつけて、で、弱点特攻特とか会心特とかそこら辺を組み合わせると、会心率 50% ぐらいはいくんじゃないかなと思います。まだやってはないんですけどね。やってる人もまだ見たことはないです。やっぱ会心がね 100% ぐらい出てくれればもうそれいいんだろうけど、 100% はストーリーズ2ではちょっと難しいかもしれません。まあお守り次第じゃないかな。お守りで、弱点特攻特と会心特がついてるのがあれば、もしかすると会心率 70% とかそれぐらいまではいけるのかもしれませんね。はい。まあ、参考になってくれれば嬉しいです。とりあえず困ったらば大間作ってみてください。ではまたやっていくのでチェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。